あとですね、よくあるネット、おぶりのネタとして、この本にも書いてあるんですけど、思考のギタートレーニングフレーズ。こんな感じで、セットを作ってあげるんですけども、1、2弦同時に弾いて、下側の弦だけ、行って帰ってくるんですけども、こんな感じです。これ続けてやると、こんなフレーズになります。ポイントはね、2個弾いてハンマリングして、次にもう一回ダウンで、弾くんだけども、この時に、1弦の音を、ミュートしちゃわないってことですね。触らないようにプリング、ハーマリングしてください。それを次のセットは、こうとかね。あと声でもいいね。あんまやんないかな。こうかな。ね、こんなネタも、おぶりの仲間に入れてあげると、いろいろ便利だと思います。